はい、シューチャンネルのシューです。今日の動画はですね、結構皆さん気にされている、砂袋栽培ですね、こちらの方の、定期報告になります。今回ですね、ちょっと裏庭の方なんですけど、これが一番最後に植えたね、やつですけどね、まあ見ての通りね、このプランターに砂袋を置いて、まあ植えているといったような状態です。で、あの3株、スイカとですね、メロンとで、植えたんですけど、ちょっと残念ながらね、あの1株が枯れてしまいました。原因はね、水不足ではないと思うんですよ。まあね、砂は乾燥していても、そこまでね、影響なかったはずなんでね、ここもしっかり湿ってますもんね。ですから、まあ、原因はちょっと暑すぎたかな。ここそうね、午後からは日が当たらないんですけどね、結構長めに日が当たるとこではあったんでね、やっぱ周りに草とか、その暑さをしのげるものがないとね、今時期のは難しいのかもしれません。このサマーイエローね、一株が枯れてしまいました。まあ、こんな感じですね。で、同じくですね、一番調子がいいのがですね、今ここ、夏植えのメロンです。ウリハルイムシがね、こういうところでも結構出てきちゃっててね、まあ葉っぱ食べられてるんですけど、今目の前すんごいアリがね、うじゃうじゃしとるんですよ。で、今ちょっとだけ問題があって、このアリをどうしようかなと思ってるんですね。葉の茂り具合はいいんですけど、昨日はね、花しっかり生えてたのがね、アリがね、こうね、ついてるじゃないですか。で、これよく見るとね、わかりますか？これね、アブラムシが多量に葉っぱについてるんですよね。で、一切ね、農薬の類撒いてなかったもんで、実はね、これがね、雌花でしょ？雌花でしょ？もうね、3つ4つぐらいはなってるんですよ。ただアブラムシがついてるせいでうまいこと、できてないんですよね。葉の繁茂具合は、非常に勢いもあってね、いいんですけど、これはちょっとアブラムシ対策を早急にしましょう。まあこれでわかるのはね、ここも根が見えてますよね。もう下までおそらくここまでいってるんですよ。ってことはメロンの根がね、間違いなくね、20センチから30センチは伸びてるんで、砂袋栽培がメロンに非常にいいっていうのはもうこの時点でわかるんですね。ただ予想外にアブラムシの襲来にあってるというので、ちょっとね、いまいち実のなりが、おかしいと。で、不思議なもんでね、アブラムシね、葉っぱにつかずに花の、花びらにいっぱいついてるんですわ。これはちょっと発見でもありね、ちょっと悩みどころでもありますよね。ちょっとね、呼吸を止めるような農薬をまいて、まずアブラムシを潰しましょう。はい、多分ね、今回はね、裏庭は砂袋栽培、メロンが一番勢いがいいのかもしれないですね。まあ、この時点でね、メロンでも砂袋栽培の応用が非常に有効であるということが分かったんで、それだけでも収穫です。しかし根の伸び方がね、すごいんですよ。本当にここまでも伸びてますもんね、目に見えて。で、下までおそらくいってるから。あと今後はね、上の部分に水をやらずに下のこのプランターにたっぷり水をやればね、それはそれで勢いが増すんじゃないかと思って今観察しております。はい。まあ、とりあえず枯れた方のね、こっちね、そんなに根が見えてないんでね、まあ、ちょっと後日ね、掘り返してみましょう。もしくは肥料は入れてるんでね、こちらの方に、別のね、別の方は秋のジャガイモとか言われてましたからね、ちょっと別の品種野菜を植えてみようかと思います。メロンの方はね、早急に対策して、ちょっと成長を、観察しましょう。あと裏庭で調子がやっぱ悪いのが、こちらね、やっぱスイカなんですよ。3株中の1株、根元は大丈夫ですけど、葉っぱがうまいこと言ってなくて、で、これもね、よく観察すると葉にね、アブラムシとか、小さいダニみたいなのがついてるんで、これウイルスでしょうね。
うん、ウイルス爆発して先の株がダメになった可能性が非常に高いかなと今思っております。スイカにこんなについたことないんですけどね。あのうちの場合雑草をね生やしてその栽培してるんで天敵が結構寄りやすかったんでね、今まではね。このウラニアに関しては雑草の類も一切生えてない状態ですからね、そういうのが影響して、結構なアブラムシとか、ハダニとかの類が繁茂してると思います。やっぱ自然の方が一番かなと今は思ってますけど、はい。ですからこちらの方もね、スプレーをしてちょっと早急に対策取って、ただちょっと枯れる可能性大ですね。うん、まあ定期報告ですけど、とりあえずね、あのメロンだけはね今のところ大丈夫と思いますんで、まあこれがダメになったらね別にちょっと植えてみましょう。まあ何事もね試してみるのは大事で、周りに雑草がないとここまで影響があって、育ちが違うかっていうのは、まあちょっと発見でした。はい、以上ですね。裏庭、家の裏で栽培しているプランター&砂袋栽培の定期報告になります。メロンはねちょっと予想以上に成長がいいですね。はい。